藤原の道長の父金家、はい、ある時彼の従者が金家の叔父の諸政の従者と喧嘩になって、うん、諸政側の従者が殺されたらしい。これにぶち切れた諸政の従者集団数百人が金家の屋敷に押し寄せて屋敷を破壊したらしい。従者同士の争いか知らんけど平安時代怖すぎやろ。